って私で今6代目なんですけど、そのまあスタートから言えば300年ぐらい続いているそのお店。お茶っていうのは特に何か分かったような分かってないような商品、要するにお客様にこういうふうに2つのお茶をお見せして隠してどっちがどっちって言ったら分からないような感じの、そのお客様には分かりにくい商品なんですね。もう刈り取りの時にいいお茶ができるだろうなっていう想像はできます。赤みじゃなくてグリーンの濃い色ですね。これがお茶摘みをしてきたお茶の新芽です。これは4月の初め頃から覆いをして直射日光を遮って、それで、出てきた新芽です。で、覆いをすると葉緑素が多くなって緑色が濃くなって、それで旨味も増します。確かに効率は良くてたくさん抹茶を引けるんですけども、やっぱ石臼でできるような香りであるとか舌触りを再現することが難しいので石臼で引いております。お抹茶の味って高いものとグレードの低いお抹茶と何が違うのかっていうと、高いお抹茶は非常にこう味とか香りがリッチで、それでこう中身が濃いんですね。全体がこうそのもう旨味が凝縮された状態であって充実したで、香りもいい、そういう風な味が一番美味しい味。人間の豊かさっていうか豊かな時間っていうのはどんなものになるのかなと思って、
今までずっと変わらないお茶を入れたり、あの今日うまく入るかななんて思いながらやっていけるような、 お抹茶立てながら、あのどうかなっていう、そういうな、なんて作り出す時間。豊かな時間が変わらずにずっとみんなの喜びであるようになっていってほしいなっていうのを思います。だからそれがずっと続いて、孫の時代にもそういうことが言えるような、それはなんかずっと私たちのような立場の素材を売る者たちがいつも言って、とっても豊かな時間なんですよっていうことを繰り返し言わないと、こんないい時間もあります、こんないい味もありますよっていうことをお伝えすることが私たちの使命かなと。